地球に生まれた宇宙人。小さな頃から子供の中では浮いていた。自分から集団には入らないし、誰とも対立をしなかった。そして大人になるにつれて自由が一つずつ減っていき、カラーに見えていた地球生活がどんどん色褪せていき、心も体も病気になっていく。何かが違うと思いながらも、周りには大丈夫と必死に嘘をつき、心の中ではこんなはずじゃなかった、そんなセリフをつぶやき続ける。そんな大人になっていませんか？そしてこんな話に興味を持ってしまったあなた、宇宙から来た魂を持って生まれた地球人かもしれません。このチャンネルはこの地球という星に宇宙のルールを広めるために生まれてきた地球に生まれた宇宙人が、地球のルールで押しつぶされないように、僕がいろいろな人から教わり大切に貯めてきた地球のルールというメモをもとにお送りする深夜放送のようなチャンネルです。あなたの魂に届けば幸いです。今回の地球と宇宙のルール、テーマは学校のルール。学校の最大のミッションは何でしょう？日本の教育基本法という法律の第一条はこうなっています。第一条、教育の目的。教育は人格の完成を目指し、平和的な国家及び社会の形成者として真理と正義を愛し、個人の価値を尊び、勤労と責任を重んじ、自主的精神に満ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。表向きはこういう表現です。少なくとも僕は学校の授業でこの目的を感じたことはありません。むしろ逆に感じたことが多くあります。なぜだろうといろいろ調べたり考えたのですが、教育の目的は3層の構造だと考えた方がいいのではないかと思い始めました。先ほどの法律の文言が第2層です。そしてより偏差値を高くという僕らが普段感じている教育の目的というのが第3層。一般的にはこの2つの層で教育は議論されます。ちなみに僕は教育者でもなければ、教育のための教育も受けてはいません。あくまで素人としてのイメージの話です。もしここまででイライラしてきたり、何言っちゃってんのと思った人は、この動画はここまでとしてください。多分、さらに腹立たしい内容が続きますので、お互いのためではないと思います。僕の考える教育の目的の第一層、それは、良き消費者、良き納税者を作るということです。良き消費者、納税者とはどんな人でしょう？税務署が収入を把握できて、税金の取り漏れがなく、生活にある程度の自由を感じてくれていて、企業や政府やマスコミに大きくは反発しない人です。少し三層構造の話をします。これはとてもよく使われるあちらサイドの手法なので、僕らもこれは知っておいた方がいいとは思います。あくまで目的は第一層にあります。しかしそれは隠さないと達成できない目標です。教育においては良き納税者を作る。それがスタートラインだったと思います。良き納税者を作るためにどうすればいいか。まずは誰が見ても美しい理念を作り上げます。そしてその美しい理念で公共部門を作り上げます。そしてその公共部門に名誉と利益を与えます。それなりに美味しくして手放せなくします。あちらサイドが関与するのはここまでです。あとは第二層に与えた名誉と既得権益が第三層を形成します。なので末端で子供を教育する人々は第一層とは接点がありません。だから自分がまさか良き納税者を作ることに関与してるなんて夢にも思いません。そして国民の皆さんも第二層が美しいので、それに目がくらんで第2層と現実のギャップばかりに目が行き、第1層の存在に気づきもしません。こんな歪な三角形なのに気づけません。という構造です。ここまで見てくれている教育者も少ないと思いますので、はっきりと言いたいと思いますが、
今教育現場は崩壊しています。特に崩壊はしていたと思うんですけれども、顕著になったのは最近です。理由は簡単で、子どものレベルがアップしていて、この三層構造では対応ができなくなってきており、こんなことをやりに生まれてきたわけじゃないという子どもの悲鳴を親が吸い取り、現場である先生に攻撃してきているからなんです。先生は先生の教育により第二層を目的としているので、第二層と第三層の矛盾は現場では常に感じています。常に感じていても自分一人ではどうにもできないというのが今の教育現場の崩壊の理由の一つです。つまり教育者が自分の中で矛盾してしまっているんです。しかし先生は責めません。それは誰がやっても同じ状況になるからです。なぜならば初めから仕組みができているからです。個人にフォーカスをしても解決策は見えてきません。今回は学校の話なので学校で例えましたが、この三層構造は多くの業界で存在します。そして多くの業界でこの三層構造の崩壊は起きています。そのほとんどの第一層はあちらサイドが握っています。そのさらに上層概念は僕たちの個々の能力に気づかせないという一言につきます。ぜひご自身のいる業界もこのような分析をしてみてください。面白い景色が見えてくると思います。そしてもしここで思考停止してしまうような人は、残念ながらまだ上層部のコントロールの中です。無理にそこから引きずり出すことは僕には許されていません。それが許されているのは自分だけです。これは宇宙のルールです。そんなはずがないという自分の声を疑う気持ちに気づくことです。さて話をまた良き納税者を育てるに戻します。僕らが普通に感じる教育の目的は、いい偏差値を取ることです。そして偏差値のいい学校に行くこと、そしてさらにまともな社会人になり、公務員や大きな会社に就職し、そして引退後には悠々自適な生活を送れる人になること、それらが人生最大のミッションのように見せる、その人生最大のミッションを達成させるための術、それは唯一学力を上げることで、無能な僕らでも実現可能だと信じさせるように、これらのシステムは機能しています。どうしても学力がついていけない人は、いくつかの別メニューを選択できるようにしています。運動が得意ならスポーツを通じてスポーツマンシップというルールをきちんと守る人の素地を作り、芸術が得意ならそのジャンルですごく成功している人の真似をさせる。運動芸術ともにある程度の年齢になったら、そう簡単ではないぞと周りが合唱し、現実的に生きていくには稼ぎの悪い確実な方法があると悟し、それまでの人生を棒に振らせる。勉学以外で自分の能力に気づいてしまいそうな人を無力化するのはそう難しくはないはずです。さらに言うと個性を大事にするとか言っていますが、それは納税をきちんとする人という大前提を崩しません。将来的に納税をしなさそうな人や権力に盾つきそうな人は不良というレッテルを貼り、納税するように更生させるか、少年院などに送って非納税者候補として名前を把握しておくようにします。偏差値の低い高校の校則が厳しいのは、この判断を的確にするためです。自分に当てはめてしっくりこなくても、全体を俯瞰すれば見えてくるはずです。次に納税をきちんとする人製造機としての教育の役割を少し細かく見ていきます。多分こういう人を育てるのをイメージしているんだと思います。きちんと給料の出る定職に就かせ、大きな義務は持たずに反抗もせず、 CM でやっている商品を買い、稼ぎはすべて銀行に入れ、年齢がある程度までいくと住宅ローンを組ませ、もちろん生命保険という金融商品にも大金を払わせ、収入のほとんどを何の疑問も持たずに金融業界へ譲渡する人、もちろん CM でやっている食品を毎日食べることで病巣を毎日大切に育てているので、ある年齢になると確実に病院の世話になり、せっかく毎月払っていた保険金も保険会社から病院と製薬会社へ直行してしまいます。そして保険へ入っておいてよかったと安堵したりします。また学校では小さな頃からテレビ番組を共通の話題とするのが正義なので、昨日何の番組を見たかが一番安心安全な人間関係の構築法という、そんな癖が
小さな頃からできてしまっているので、大人になってからもその癖は変わらずに残りますので、必然的に有名人は特別な人、自分は何も能力のないダメな人、そんな定義づけを無意識のうちで毎日繰り返します。たまに溜まってくる自分たちが本当はとっても個性的で素晴らしい能力しか持っていないという気づきにはガス抜きが必要なので、例えばその素晴らしい能力を持った芸能人が不倫をするというどうでもいい内容の芸能ニュースを見せて、有能な人を批判できる自分はすごい人と瞬間思わせるというガス抜きをやったりします。もちろん芸能人だけでなく政治家の汚職事件や不幸な事故のニュースも、自分には本当は無限の力があるという本質的な問いになるべく到達しないようにコンスタントに流され続けます。学校の現状と子どもの能力の乖離からなる学校で起こるいろいろな問題も、表面の分かりやすい問題にフォーカスをさせ、そもそもの問題ではなくそのいじめた生徒だったり担任の対応だったり校長の謝罪であったり、それがそうなってしまったのは登場人物の責任とばかりに、そのケースをワイドショーなどが偉そうに上から目線で語り、そもそも今の教育の問題点やその目的に考察がいかないように仕向けられています。ガス抜きの一つでしょう。長くなってしまいましたが、それを教育といって全ての子供をそのルールにはめるのが狙いです。少し偏見が入っているなと思った人はそちらサイドの人だと思います。ぜひこの動画はここまでとしていただいて、他の動画をご覧ください。また教育者としてお仕事をされている人には少し受け入れがたい表現もあったと思います。最後に少しだけ教育者の今後の提案をしているので、イライラしないようならぜひ最後までご覧ください。まあそもそもですが、僕のようなずれた価値観の持ち主を作ったのも日本の教育制度ではあるので、大義名分では教育の勝利でもあり、実質失敗でもあります。ちなみに納税はきちんとしています。せっかくなんで納税の話も少しします。僕は別に納税を悪いこととは思ってはいません。しかし国民全員が自分の能力を存分に使って使命に向かっているのなら、今の制度では対応ができないとは思っています。それは納税の根底には自分には価値がないと思わせる仕組みが内包されているからです。生かさず殺さず、まさにそんな感じの制度です。さてキリがないので現状はこのあたりまでとします。それでは教育の本来の目的は何なんでしょうか。それは地球環境に照らし合わせた教育、そんな観点で考えてみればわかります。説明をすると、これまた動画が一本できてしまうので省略はしますが、一人一人が自分に価値があると思っていて、地球の環境の循環に組み込まれた地域に生きる人たちは、教育も家庭や地域の活動の中に入ります。親の価値観や技の伝授、そして親子のそれぞれの成長が教育の目的です。もし僕が100億円という一生では使い切れないような資産を稼いでいて、その資産を築いた方法を自分の大切な子供に伝えたいと思ったら、学校の教育は邪魔になるはずです。さすがに義務教育を受けさせないのは目をつけられてしまうので、受けさせたとしても学校の洗脳を受けないように毎日価値観のチェックは欠かしません。だって親から教えてもらうこと、それはテストができるより重要で面白いことだからです。今の例えは分かりやすくお金に例えましたが、どの家庭や地域にも本来幸せに生きるコツが毎日の生活の中に溢れているんです。でも残念ながら今現在そう思っている家庭や地域はほとんどありません。なので悲しいかな、いじめだ不登校だと言っては原因を外部に求め、先生に攻撃をしていくことにやりがいを感じる、そしてそれが負の循環をしている、それが現状です。親は本来自分の子供に自分の素晴らしい経験や価値観を伝えなければならないのですが、コントロールされた社会から自分は大した人間ではない、普通の人間だからうまく子供を育てることなんかできない、だから国や自治体にまとめて面倒を見てもらう、教育の現在はそんな意味付けをしてしまっています。そしてここがこの仕組みの肝なんですけれども、それを末端で担っている先生たちはこの仕組みのことを夢にも想像できません。なぜならばその人たちは自分の人生のストーリーの中に入ってしまい、
それぞれに先生という聖職に誇りと自信を持ち、本当は親がやるべきところまでやらされているのに、むしろそこをやりがいと感じさせられ、テストの採点など家でも仕事を持ち帰りでやり、部活担当や教育委員会への提出書類などにまみれることにより、本質からは遠ざかる日々に疲れ果てているはずです。しかも生徒の年齢が上がれば上がるほど給料が良くなりますが、どう考えても一番給料を高くしなくてはならないのは保育園や幼稚園の先生です。幼児教育は人格形成の肝です。しかし今はそうなってはいません。教える内容の難易度に価値を見出すのが教育と言わんばかりの給与形態です。しかしどう考えても一番重要なのは幼少期の体験です。多分子供が好きという動機で保育士や幼稚園教諭になった皆さんですが、確かにやっていることは一緒に子供と遊ぶだけですが、その先生の言動でその子の将来が決まるというシーンが毎日繰り広げられています。でも確かに一緒に遊ぶだけなので給料は安いという構造です。さて現状はこんな感じだとして、いつものようにそれをどうしていけば、どうすれば良くなっていくのか、そこに思いを馳せましょう。ここでできる行動に話を移します。対象は子供、親、教育者です。多分子供といってもこれを見ているのは中高あと大学ぐらいの、皆さんだと思います。皆さんができること、それは学校を利用するということです。これまで今現在の学校の問題点をひたすら指摘してきましたが、それ自体には皆さんにとってあまり意味はありません。そして学校の授業もあまり意味がありません。それよりも学校の友人や先生とのつながりを大切にします。他人とのつながりを条件なしで経験できるのは学生の時だけです。もしかしたらクラスでも浮いていていじめに遭っている人も中にはいるかもしれませんが、大丈夫です。それも貴重な経験なので、ぜひ覚えておいてください。学生時代辛いのは、ほとんどが比較と限定から生まれてきています。比較の辛さとは、ここの違いを無視して均一的に順位をつけられることへの虚しさ。限定の辛さとは、ここしかないという閉塞感。比較を打破するには、誰にも負けない得意分野を一つ作ること。もちろん勉強でなくてもスポーツでなくても自分でこれと思えるものがいいと思います。そのためにはこの動画だけは見ておいてください。五感を生かすという動画になります。そしてもう一つ、限定を打破するには家とか学校以外に友人や知り合いを作るということです。幼稚園や小学校の時友達で、その後別の学校になっちゃった友人と連絡を取るとか、どうしてもいなければ僕に直接メッセージを送ってくれてもいいです。この地球にはいろいろな人間がいて、その人たちが自分の立場で全員が頑張っている。そう考えるだけで自分の悩みが一時的で、それが永遠に続くわけではないという、そんな一歩前に進んだ自分が見えてくるはずです。間違えていけないのは、学校や地域を否定してはいけないということです。あくまで皆さんはこれからの新しいルール作りの一員です。新しいルールを作る人は古いルールを批判してはいけません。古いルールもまあまあ良かったけど、こっちの方がいいじゃんというスタンスです。古いものを否定して新しいものを作るという事例で、うまくいった事例は非常に少ないのです。話として難しい部分もあったかもしれませんが、メッセージをもらえれば返信もしますので、わからなければ質問をください。皆さんなら大丈夫です。そして次に、宇宙由来のお子さんがいる宇宙由来の皆さんへですが、まずは教育方針を変えます。納税のシステムではなく、地域の環境の循環を教育の方針とします。次に、お子さんの教育の責任を、まずは一度、すべて自分にあると決意します。学校はあくまでサポートです。その次に、自分のためという思いを外します。そこまでできれば、あとはお子さんの個性が見えてくるので、そのお子さんの自主性を応援します。ちなみに僕が今、こんな自由な動画を作っていられるのは、実は、親に信じられていたという確信が小さな時からあったからなんです。親は常にお前の好きのようにやれと言ってくれていました。いろいろ不満もあって、もちろんその裏には自分たちの想像の範囲でという言葉が隠れていたりしたんですけれども、自分なりに解釈をして自由にさせてもらいました。それには非常に感謝をしています。宇宙由来のお子さんは非常に敏感で、育てるのは大変だと思います。
でもなんとなく大丈夫という感じもあると思います。そんなお子さんを信じて育てられるのは宇宙由来の皆さんだからなのかもしれません。まずは絶対的に信じてあげること、あとはいちいちいろいろ言わないこと。あなたが言いたいことはその前にすでにキャッチをしています。そして分別がつくまではテレビなどの情報の量と内容はきちんと選んであげること。テレビなんかは家に置いておかない方がいい気はします。ぜひ全責任を決意したその心でお子さんの存在自体と対峙をしてみてください。そしてできればそんな人たち同士でつながる輪を作ってみてください。残念ながら僕には子供がいません。そして男か女か何歳かによっても全然欲しい情報が違います。子育てブログはとても有効な今媒体となっています。もしそのような内容でブログを書いている人がいたら、ここのコメント欄に宇宙由来の子育てブログをぜひシェアをしてみてください。素晴らしい可能性が見えてくると思います。最後に宇宙由来の先生たちへです。ここがもしかしたら一番重要かもしれません。何度も言いますが、今全員がとても大変なはずです。その理由は先ほど明確になりました。ではどうすればいいのか。答えは2つあると思います。一つは地球の循環のためにやめる。これまでの流れで先生にはなったけれども、実は先生に向いていない人はそうするべきです。これはご自身で分かっていることなので、僕が言うべきことでもないとは思います。決めたのなら早めがいいと思います。もう一つは子供たちのために続ける。でもこれは既存の仕組みが変わらないのであれば、結局は同じことの繰り返しです。まずは自分の周りからでもいいので構造を変えていきます。それができないのであればやめた方がいいと思います。でも大丈夫。地域、同僚、理解してくれる保護者、全員が行き詰まっていますので、必ず賛同してくれる人が複数現れます。少なくともこのチャンネルを広げるよりも簡単です。そしてつながっている人たち同士でどんどん地域と地域をつなげていけば、あとは新しい価値観が出てきます。そうなると第2層も理念が美しい分反応せざるを得ません。そうなると行政やマスコミやタレントの皆さん、その中の同志の皆さんが支援に入れます。具体的な行動内容は皆さんが一番分かっているはずです。僕が言えるのはここまでです。ぜひまずは話ができそうな同僚に相談をしてみてください。話のきっかけがもし難しいようであれば、この動画知っているとかでもいいかもしれません。さて、ここまで見てくださった皆さんに一つだけお願いがあります。今回のこの動画の前半はもう見ないようにしてください。現状のつながりを説明するために仕方なく入れましたが、これからの新しい世界を作るのに不必要な情報がいくつか入っています。これは皆さんにそうかもと思ってもらうためにどうしても必要だったのですが、2回3回と確認する必要はないと思います。原発反対のために原発の現状を知るのは必要ですが、それ以降原発の構造を詳しく勉強する必要はないですよね。もし何度か見ていただけるのであれば、後半の今後どうするか、そこから見るようにしてください。さて、今回のテーマは深すぎるので長くなってしまいました。そしてこのテーマで本当に悩んでいる人も多いととても感じました。もしよろしければお知り合いにシェアしてみてください。まだまだ言いたいことはありますが、今日はこの辺にしておきます。賛同いただけるようであればいいねをしていただけると嬉しいです。質問や要望があったらコメント欄にお願いします。コメント欄もたくさんの同志が書いてくれています。読むだけでも面白いと思います。そしてまだまだ僕たちの同志はたくさんいます。一人でも多くの宇宙由来の地球人にこの動画を届けたいと思っています。ぜひシェアもお願いしたいと思います。 Twitter もやっています。@EarthCosmos2016、 ぜひフォローとリツイートお願いします。そしてぜひこのチャンネルをフォローしている皆さん同士でもつながってみてください。それでは最後に僕がおすすめする地球を10倍楽しむ方法、今回は本です。手塚治虫さんという方が書いたガラスの地球を救え、知恵の森文庫というところから出ています。これは僕実はですね、今日のテーマだった、学生時代ですね、学生時代にこれ、ある先生から勧められて読んだんですけれども、もうその当時、これ確か手塚先生が死んだのは、
平成元年ぐらいだったはずなので、多分昭和に書かれた本だと思うんですけれども、その当時からですね、今僕がこうやって一生懸命動画で言ってるような内容ですね。あの方確かお医者さんなんですかね、なんか理系の方だったと思うんですけれども、非常に深い見地からですね、非常に独自の視点で、非常にかといってなんか理屈っぽくなくて愛に満ち溢れた、そういう感じの表現でですね、作られた本です。この内容のものがこの時代に書かれているというのはですね、本当にもう驚くべきものではないかなと思うんですけれども、ぜひこれは文庫ですのですぐ買えますので、ぜひ一冊ご購入いただいてですね、下にまたリンクを貼っておきますので、お読みいただければと思います。それではまた。地球に生まれた宇宙人、チャンネル登録もよろしくお願いします。